のスタンデーラジオ、略してひーさん。おまさんでした。こんにちは、相川欽也です。こんにちは、伊藤よしこです。元気にスタートするつもりでいましたが、なんかやっぱりこう放送が始まると、思いがいっぱいになって、私は今非常に何を喋っていいかはっきりしません、はい。はっきりしない中で、ご報告があります。何をまずこのラジオを愛してくださった、そして聞いてくださる、リスナー、つまり視聴者の皆さん、に対して、心からお詫びを申し上げます。理由は今日をもちまして、キンキンのサンデーラジオは終わることになりました。いきなりでびっくりした方も、いらっしゃるときっと思います。なぜならきっと今日もまた聞いてくださってるからです。はい。で、思えばただやめますって言って終わりますって言ったってなんかはっきりしないなと思うんで、僕の喋れる範囲の理由を説明しなきゃ納得がいってもらえないと思うので、ちょっとだけ話させてください。まずその前にこの番組を支えてくれた、皆さんに、最初に私の力不足がこうなったということを申し上げて、お礼を申し上げたいと思います。まず岡部さん、プロデューサー、どうもありがとうございました。そして渡来くん、矢島、ありがとう。それから、もちろんその他ディレクター、アシスタントの皆さん、そして大久保さん、どうもありがとうございました。それから何しろ俺を飼育してくださったよしこ、そして奈美ちゃんで、まあとにかくそういうわけで、実は具体的に言いますと、この番組は現在お気づきの方もいるかもしれませんが、民法では珍しい、全体を通してのスポンサーがおりません。で、おりません中でやってまいりまして、なんとかしてスポンサーを探して、この番組を継続したいという思いは、この我々のスタッフみんなの中にもありましたし、僕もありました。そしてそのために、うちの方も家族総動員だって2人しかいませんけど、はい、で動いて、いろんなことをしようと仕掛けました。しかしながら、僕はその中でどっかやっぱり甘えるところがありまして、文化放送の営業さんも探してくれるだろうと思ってましたが、その結論を先に言いますと、実は4月から、次の番組は決まっておりました。従いまして私は、黙ってれば3月の終わりまで知らずに、終わることを告げられなければそのまま放送をしていたかもしれません、はい。しかしそのことが、私にそれは伝わってきます。で、わかりました。そうすると分かった以上、これからその4月でどなたかわかりませんが黒字になる番組をお作りになるスポンサーと、その方、そのおしゃべりになる方を背景に、その方にバトンタッチするまでの間1ヶ月半ほど、なんかお通夜みたいな番組をお送りするのが私の意に反します。従いまして岡部プロデューサーと長々とお話をしまして、結論としては、岡部さんは木屋さん今日じゃなくて22日まで放送しましょうよというのを再三お話になりました、はい。けれども僕考えたら、僕の性格は今日このことを発表しちゃった上で、あと1週間、来週まで 1週間置いてまたお通夜みたいな番組をしたくありません。最後まで明るく放送を終わらしたいっていうのが僕の考えです。従いましてそのことで考えると、僕にそういうスポンサーをつけなかったっていうか、つくことができなかったのはあくまでも相川欽也力不足です。この力不足は急に僕は力が強くなるわけありませんので、もうこれ以上何とも申し上げられません。ただ支えてくれた皆さん、特に僕のこの仲間たちスタッフは、これからもこのラジオの世界で一生懸命働いていく皆さんですから、一生懸命働いてください。それから聞いていただいた皆さん、その皆さんには、申し訳ないので、今後例えば炭水化物友の会なんていうのは僕の考えで作りました。このラジオの講演会です。その皆さんには、僕はきちんとした絵描きを作り、そして、文化放送さんの岡部さんの方から、まもなくお送りしようと思います。はい、ご挨拶状も1000人以上の方に入っていただきましたもんね。そう、本当にありがとうございました。なるべく大勢の方にお送りしようと思います、はい。で、あともう一つ言うならば、うちの新兵が一生懸命今パソコンを勉強中で、3月に入りましたら僕の公式ホームページを立ち上げます。で、これはもしかしたらそういうインターネットを使えない方にとっては何を言ってんだって言われちゃうかもしれないけど、まあいろんな形でそこで、僕自身の情報発信はしようと思います。毎日のように更新して、名物な
ブログ、ブログを作りたいと思ってます、はい、3月になったらスタートすると思います。新編があんなに男らしく見えたのは初めてのことですが本人はもうデスクも買ってで大久保さんの指示の従って秋葉原行って安いパソコンもノートパソコンも買ってきて形から入っているというね、形から今入って、はい、でそこをあの新編の小さな事務所にしてうちの台所です、はい、スタートします。あとまあ今日、うん、これ以上話すといろんなところで愚痴も出ますからやめます、通常の運転で通常の放送をして4時で、うん、お別れということになりました、はい、もう一回申し上げます。私の力不足だと思います。いや私は本当にそんな風に思ってないんですね。でラジオ機の皆さんもそのあたりはもうお分かりいただいていると思います。金谷さん一生懸命このあのラジオのために3年と3ヶ月検査だから始まりましたけれども、本当にこのラジオを愛してリスナーさんを愛してもうほんと一生懸命やってくださいました。本当ありがとうございます。あのね、金谷さんの力不足で終わるわけじゃないので僕、ね、なんたりはいやそうです。あのね僕ね、いろんな番組終わった時ねあんまり寂しいと思ったことないんですよ。正直言ってあんなに当たった 11PM 終わる日もね、はい、最後にあの亡くなられた世良さんのピアノでね、うん、あのマイフリッシュハートかなんか指論つみかななんか歌いながらさよならしたし、それからナルザワールドがあれだけの人気の番組を終わるということは、うん、あの場合もその編成上の違いとかなんかいろんなことがありまして、そして、堂々と最終回をやって、そしてあのその後打ち上げパーティーが全然、うん、その日だけじゃなくてあって終わりましたし、はい、あとまあでかい番組ずいぶんやりましたけど、でラジオもずいぶんやりました。ただ深夜放送のパックインミュージックっていうのはなんか自然消滅みたいに終わらしちゃったのを僕は非常に後悔しておりました、うんうん、でそれから、その後やりました番組でも今度みたいにあのはっきり言ってあの腑に落ちないで番組を終わらせたことはありません。だその点では私はあの本当、これは本当に冗談じゃなく放送は嘘をつかない放送をやろうっていうのは僕の趣旨ですから、これは本当のこと言うとここでばったり倒れてよしこにこう支えられながら最後息を引き取る瞬間まで俺はやっぱり俺は結構ラジオ人間だったなって終わり方が夢でした正直。でよしこは本当に可愛いと思うし、私もそう思ってました本当ね。でもとうとう僕はあのそういうことができなくて終わることが、まあ仕方がないことだというふうに思います。これ以上言うと、こういうのを愚痴の上塗りっていうのかそういうことになりますから言わないことにします。いつもの通りのスケジュールで、はい、明るく4時まで、そうですね4時まで、はい、今日は競馬が予想以上に長く走る馬だそうですからしかも長いんですね競馬がね、ですから終わりは非常にあっけなく終わると思います。短くなりそうなんで、はい、エンディングがねここでたっぷりとお話しいただきました、はい、あのラジオ機の皆さんからの伝言今日ももちろん大募集しております。2005年の11月にキンキンのサタデーラジオから始まりまして、2006年の4月からね、この金さんになったわけですけれども、金サタ、金さんの思い出、これからの相川金谷に期待することなど、どしどし伝言を寄せください。もちろん抽選でお一人の方に現金1万円をプレゼントいたします。そしてクイズももちろんあります。午後2時10分頃から始まります、クイズなるほどザ・キンキンの出場者も募集します。シリーズ金さんヒットパレード、今週は、ゆきさおりさんがテーマです。正解すると賞金5000円をプレゼントします。ふるって参加希望の電話をお寄せください。皆様からのお電話を受けしますのは、ゆきさおりさんのように熟女の魅力にあふれたエンジェルボイスの美女軍団キンキンガールズです。電話番号は東京 03-5403-1134 ごめんなさい、よしこ、はい、本当にすいません、5403-1134。俺がよしこ面倒が抜けれないんだもん。ファックスは東京03-5403-1151。俺が飼育されてんだから、ね。本当そうですよね。メールはkinki@jokyuar.net で待ちしています。本当にごめんなさい。曲弾きましょう、曲。スタート。あ、そうですね。電話受付スタートないからです。電話受付スタートしなきゃみんな困っちゃってる。本当に私だけ泣いていて、本当バカみたいですよ、ね。バカみたいですよ。はい、お電話、スタートたくさんのお電話お待ちしています。電話番号もう一度言わせてください。東京 03-5403-1134 5403-1134でお待ちしております。では今日の1曲目、金谷さんからご紹介いただきましょう。相川金谷、うつむいて歩こう。うつむいて歩こう
何か落ちてるはず。人の足跡が泣いてるかもしれない。うつむいて歩こう。いじけてもいいから、みんなが忘れてる心が落ちてるよ。遠い夢は今の僕にはとってもとっても辛い。優しさが落ちてるかもしれない。声がお若いですね。相川欽也、うつむいて歩こうでした。さて、ただいまこの後2時10分頃からのクイズコーナー、クイズなるほど殺菌機の出場者を募集しています。テーマはゆきさおりさん、正解すると今日ももちろん賞金5000をプレゼントいたします。出場ご希望の方、今すぐご応募ください。お電話の方は東京 03-5403-1134 5403-1134、ファックスは東京 03-5403-1151、 メールはkinkin@joqr.net で、こちらの受付は午後2時まで。まだまだその後も電話はお待ちしています。キンキンのサンデーラジオ、文化放送がお送りしています。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。僕キンさん、君キンさん、長生きしてね。そりゃそうだ。早速電話を今たくさんいただいております、はい。練馬区八原にお住まいのラジオネーム下町のおばさんから、キンさんが今日で終わりなんて信じられません、読みましょうか。ラジオを聞いて涙がプロプロ、はい、今流れてます。日曜の午後、本当にありがとうね、こいつね。本当に、楽しい時間をありがとう。キンキンとヨシクさんのトークで悩んでいる時も、救われた時のことを、思い出が忘れられません。不況がこんなにも影響があるなんて残念で仕方がありません。ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ本当に今までね、うん、支えてくださってリスナーの皆様ありがとうございます。足立区にお住まいの、静子さん、菅さん、キンキンさん、男だね、うん、潔さ好きです。今までお疲れ様。私も金谷さんって本当男だと思いました。もう本当に男だと。いやいや、自分の力不足だってきっぱり言い切ってやめたパーソナリティを始めていました。本当にありがとうございます。いや僕ね本当はオカマなんです。今まで発表してなかった。わかりました。結構夜な夜なあちこち行ってね、はい、別の名前で。オカマの皆さんにも好かれますもんね。オカマの皆さん嫌いじゃない、はい、お友達が多いですよね。だから僕のことを、はい、金様って呼びますよ。金様ね。男の象徴である。はい。で、お釜の皆さんもどうもありがとうございました。聞いてくださって、ね。今日をもちまして、男らしいねって言われたから、男に戻りますんで、はい、またよろしくね。はい。江戸川区にお住まいの英子さん、金谷さん、アドマチックとドラムの方で頑張ってくださいよ。よしこさん。はい。おはてん、これからも聞きますよ。これからもお二人を応援していきますんで、お体気をつけて頑張ってよって、こういう温かな励ましのね、電話ですね、こちら。ありがとうございます、はい。38歳独身女、ラジオネームはすっとこどっこいさん。誰が何を考えてるんだ。そのままのキンキンでよかったのに、日曜日の楽しみを奪わないでくれ。ありがとうございます。はい、本当にたくさんのお電話いただいてますが、これもそうだね、ドライキンさん、看護師の方、キンキン吉田さん、こんにちは。急な最終回の発表、残念です。ラテランにも終わりのマークがなく、不思議に思いましたが、理由を聞き、納得した次第です。土曜日の夜から聞き始めて3年、こういう番組がなくなってしまうのは本当に寂しいです。時の流れっていうのはあまりにも悲しいです。吉田さん、泣かないで。ありがとうございます。キンキン、近いうちに絶対に文化放送に戻ってきてください。はい、ありがとうございます。これね。はい。本当に言われてるが、うちが花沢よ、吉子。死んじゃったらだってもう届かないんだ。そうですよ。でも俺みたいなおしゃべりはきっとね、あの世から放送するかもしれないね。金谷さんね、口だけは生き残ってるかもしれない。その時あんたよろしくね。もちろんですよ。幽霊になっても出てきてもらって、二人で番組やりましょう。僕やりますよ。ね、こちら、はい、天国と地獄の間の、三途の川放送局でございますが。いいんじゃないですか。で、私、はい、相川金谷です。目の前に、まだ生きてる吉子が参加してくれておりますので、はい、これから金さんを、あの世からお送りいたします。でも、僕はこんなに自分でこう、長いこといろんな番組をやってたね、はい、どのくらいの、アシスタントの女性の方たちと仕事をしたか、ラジオ、テレビ合わせて分かんないくらい、はい、大勢いらっしゃいますよ。その中で、こんなに頼りしたこと本当によろしくない。そんなことは全然ないと思いますよ。いや、僕誰も頼りにしてないもん。いや、そんな、私が僕に悪いけど、探し物をすると心配してくださったりしたじゃないですか。そう、あなたが探し物をするのが、かなり心配されてだけど、かといって僕には探せないんですよ、結局。心配そうに見て、よしこ、何がないんだとか言って、そういうのはよくありました。でも、金谷さんは、本当に最後の最後まで、私たちスタッフにはいつも終始優しかったし、こんなに怒らない人も初めて、私に対しても怒らないしね。だってあなた怒るとこ何もないじゃないですか。いや、怒るとこいっぱいあったと思うんですけどね。だから甘えてましたよね、好き勝手して。3時間も好きに喋らせていただいて、本当ありがたいなと思ってますよ。これやっぱりね、一つはやっぱりね、なんだろうな、やっぱり相当気が弱くなってんでしょうね。そうですか、やっぱり1934年から長いことずっと地球人やってますけどね、はい、だんだんやっぱり気が弱くなってきてね、なんかそういうとこもあるね。だから最後に出会ったよしこに、夢は甘えて死んでいこうかと思ったんだけど、最後って言ったって金谷さんまだ芸能界でおやりになるでしょ。この番組は終わるかもしれないけど、しかしもうこういう風なことはないと思います。これからしっかりしなくちゃ。どうしたんですか。いや本当もうこれからだから何か頼りにするっていうのに、はい、俺自分をしっかりしなくちゃ。いや金谷さんも十分しっかりしてますけどね。してないんだよ。いやいや、ただ物をこぼすとか、可愛いとかありますよね。袋が、そう、袋から何か食べ物取り出せないとかね。そういうのは可愛いですよね。好き嫌いはっきりしてるとかね。それから、ある一部の新聞を見た人から電話が入ってね、新聞の副題みたいな、キャッチみたいのは、大久保氏がずっとやってんだけど、今日のがね、不思議なタイトルなんですよ。はい、見ましたよ。永田町には埋蔵金ですよ。はい、で、キンキンには隠し財産。そう。でね。はい。
隠し財産というのは僕はこのスタッフだと思うんです、うん、一つは。あ、それからもう一つは、ありがとうございます。ラジオを聞いてる皆さんが隠し財産だと思う、うん。もう一つはやっぱり俺のバッグの中の、俺の隠し財産。はい、で、今日は。今日は入ってるのかしら、隠し財産。これだなって、電話かかってた。先週はね、チョコレートと、それから飛行機でタダでもらった飴入ってて、俺これ好きなんだよねって言ったら多めにもらえたんだって嬉しそうにおっしゃって、木屋さんでどこ行っても女の人に甘え上手ですよね。甘い上手って本能でやってんだけど、で、そこでだね、はい、今最近の僕が一番気に入ってるものを、はい、皆さんに一口ずつ。あ、新しい隠し財産が出てきました。これはね、あれから僕が、はい、電話で製作所に申し込んで、取り寄せたもので。お取り寄せのチョコ。熟成発酵、ブラックガーリックチョコレート。なんかすごいチョコが出てきましたよ。で、これはね、どうしたってみんなにね、一口ずつ食べてもらう。いいですか、見せてもらって。はい、いいですよ。で、これあえて、なんか言わなくて結構ですよ。へぇー。ただね、すごい。これね、僕がうまいと言って人がうまいと言うかどうかは別問題。でもね、黒ニンニクが入ったチョコレート登場って、黒ニンニクがゴロンと入ってるチョコレートみたいですよ。これを一個ずつ。いいですか、ま、食べて、はい、で、まずかったら吐き出してください。なんか見たところ乾いた犬のうんこみたいな感じがする。そのとセンチ横1センチぐらいのゴロンとした。はい、どうして揃ってないかったら、ニンニクに合わせてコーティングしてあるから。食べていいですか。いや、はい、いやこれ全員に食わせるつもり。じゃあこれが僕のさよならのご挨拶。はい、どうぞ。あ、ナミちゃんもやってきました。はい、じゃあナミちゃん、すごい初めて。で、食べて。はい、あ、すごい。なんか独特な味が。これを矢島とミキさんのところに。僕はすごい好きなんですけど、うん、あ、ニンニクだ。ニンニクが入ってる、うん、書いてある通り。どう、嫌い、好き、嫌ならやっちっちゃった方がいい。美味しくて美味しいですけど、何粒もは食べられないかも。3粒ぐらいにしとけって書いてんだけど、うん、僕は5粒ぐらい食べちゃう。美味しい、美味しい、美味しい。本当、うん、あれ、よしこはあんまり美味しがってないんだ。いや、何、美味しいですって言ってるやんすか。ただ、まあ、いっぺんに、あんまりたくさんは無理だって言ってるだけで美味しいですよ。だけど、僕なんかこれいくら食べたって話なんかも出やしないんだよ。うんうん、ね、これが今日の隠し財産。そう。ね、なんかあんまり聞いたことのないメーカー。気に入ったらもう一つずつ食わせよう。まだ入ってる。すごい。でも気持ちだけでいいです。ディオンヌ・ワーウィックの曲ですよね。幸せはパリで、パリに一緒に来たかったです。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。この桜吹雪が目に入らぬか。それはキンさん。あ、富山さんのね。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。キンさん、あ、どっち、好きなように。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん、文化放送がお送りしています。ゲストね、佐賀都市にお住まいのしなこ様、岸田さん、しなこさん、はい、昨日、うん、キンさんのポスターが届きました、まあ、今日ラジオ聞いてもうびっくりしました。キンキンさん、これからも頑張ってくださいって、これだけ短い言葉なんだけど。ごめんなさい、なんか申し訳ないですね。そうなんだよ。ポスターもね、本当お送りしたり、サポーターになってくださるお店も、飲食店さんだもん、ね、あー、キンさんサポーターになってくださるっていう方がたくさんいらっしゃったのにね、申し訳ないですね、本当に諸事情で、すいません。どっかで お集まりいただくような機会を、もしかしたら僕は岡部さんとも相談して、はい、やっぱ特別な番組なんですよ、正直言って。どの番組が終わるときもね、はい、番組終わるときにね、なんかこういう切なさがなかったんですよ。だから、これはやっぱりね、聞いてる皆さんが、感じるんですよ、毎週いただいてるこのね、はい、メールやファックスや伝言にね。だから、どっかでなんか、どっかで連帯が連携できるようなことをね、なんかしたいですね。このままなんかスッと、ただ終わっちゃうんじゃないことをね、考えて、どっかでチャンスがあったら。なんかね、リスナーさんとのつながりがすごい深い番組だったので、ね。だってね、あんなに来てくれないですよ。そうですよね、毎週のように、毎週じゃないか、そのたんびのように一番前の方にいてくれてね。そして、もうすごい協力的で、
そして参加してくれるって、なんか俺が食い物過ぎだからすぐプッと食ってたのを俺に渡してくれたりしたあの方たちに対して俺もなんかプッとこう渡してあげたような気がしますよ、はい、したんですよ、こともね。ラジオネームアンパンのおへそさんは、はい、春日部の方。2年前から母に勧められてこの番組を聞いておりました。楽しかったのに残念、はい、ありがとうございます、はい。野木町、野木町ってどこでしょうね。どこですかね。この方は YK さん、はい。オープニングで今日が最後っていうのを聞いてショックを受けてます、うん、近畿よしさん番組を続けてくださいよ。 ありがとうございます。それからこれは炭水化物友の会会員ナンバー、679番さん、世田谷です。冒頭でのお話を聞いて今ショック。いつも楽しみに聞いていたんで残念でなりません。友の会にも入会し先日の公開放送にも参加して楽しかったです。番組が終わるのが金銭的なことでしたらリスナーが少額ずつ出資するっていう形でできないんですかね。ありがとうございます。他にも同じ意見の方がいらっしゃるかもしれませんね、はい。またキンキンのラジオをぜひ再開してくださいよ。再開を楽しみに待ってますよ。キンキンよしこさん、これからも頑張ってください。まあそうね、ありがとうございますね。キンキンよしこさん、よしこさんの震えた声にキンキンの神妙な声に、もらい泣きをしております。いろいろ難しい事情はあると思いますが、悔しさ、寂しさ、悲しさ、いろんな感情があるとは思います。だけどリスナーの意見はみんな一緒。どうもありがとう。ずっと忘れないよ。本当に楽しかった。ありがとう、キンキンよしこさん、スタッフの皆さん。ラジオネームはルパンのマドンナさん。はい、こちらこそありがとうございます。はい、これは、川口市にお住まいの山田さん。木田さん、よしこさん、スタッフの皆さん、長い間お疲れ様でした。エプリルフールまではまだ先だよ。木田さん、リスナーになって1年ぐらいですが、トラックの車中で聞いておりました、うん。こういう世間に対することを思いっきり言ってくれる番組はあまりないのに、うん、その番組が終わってしまうなんて、世間の波をかぶるなんて、うん、また戻ってくることを心からお待ちしております。こういうんですね。はい。はい、本当にたくさんの方からね、うん、もういただいております。これは、ラジオネーム、キャルルさん、柏です。こんにちは。突然の放送終了宣言に驚きましたよ。ただただ残念です、うん。2006年4月の初回放送は病院で聞いておりました。意識がなく既得状態の父と一緒に聞いていたのを今でも覚えております。その時ラジオを聞きながらこの番組にメールを投稿したのですが、ありがたいことに納豆のプレゼントが当たったんでした。その納豆を父にも食べて欲しかったんです。届いた時にはもう亡くなっておりました、うん。仏壇に備えましたよ。そんな思い出が金さんにあります。金さんが終わるとその思い出もだんだん薄れていきそうで、そう思うだけでも悲しいです。でも悲しいこと以上にたくさんの笑いをいただきましたよ。本当にありがとう。こういうんです、はい。本当に同じ時間生放送だからね、皆さん息吸っていろんなことがあって入院されてたりね、そういういろんな思い出をお持ちだと思うんですけどね。この番組と一緒にこう皆さんも呼吸して、ね、まさにそうですよね。同じ時間に同じどっかで、そして暮らしていらっしゃるわけだからね、はい。ラジオってそういうものがあるんですよ、ね。これがあのテレビの録画して勝手にこうつないで編集してちょんぎってくっつけて、そこにはないんですよ。そうだから、ラジオを愛する気持ちが金谷さんにはもうすごい溢れるほどあるってことだけはねお伝えしたいと思うんです。私、いや本当そうだ。もうこんなラジオ愛してるパーソナリティいませんよね。ラジオ機の皆さんからの伝言まだまだお待ちしております、はい。お電話の方は東京 03-5403-1134 5403-1134、ファックスは東京 03-5403-1151 5403-1151、メールはキンキンアットマーク joqr.net でお待ちしています。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。あの佐藤にあったやつ、それはキンさん。こっちはキンさん。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん、文化放送がお送りしています。はい、よしこ、はい。埼玉県浦和市のラジオネームもかちゃんから、女性の方です。今日で終わりなんですか。びっくりしました。金谷さんはブランド物を着ていても気持ちは私たち同じ庶民の心でいてくれる、うん、一般庶民の目線になって発言してくれる人なんで、とても素晴らしいと思っておりました、はい。でそれは裏校の先生に教えてもらったと聞いておりました。感動的でした、うん。番組では選曲も良かったし、よしこさんとのやり取りが最高でした。何かの形でまたぜひ復活してくださいよね。こういうのもいただきました。ありがとうございます。新田マンさん、名前は、朝霞です。木谷さん、お疲れさんでした。応援できなくて申し訳ない。戦中から戦後、そして今の政治状況を木谷さんの体験を踏まえて発言され、大変ありがたく思っておりました。会員制ラジオってのはないんですかね。ありましょうよ。正しいこと言えなくなるメディアが心配です。
正しいことを言えなくなるメディアっていうよりもメディアの方に逆に責任があるんだと思いますね、うん、はい、あの正しいか正しくないかっていうことはあの、うん、歴史の中できちんとこう証明されていくんだと思うんだけど、あのあんまり難しいことは別として自分の座標軸どこに置くかっていうことに関して言えば、僕は、中学2年生の時に、大宮の片倉学園中学校というところで会って亡くなられた岡田隆一先生に教わった民主主義が僕の原点です。でそれから裏校に入ってそれから俳座に入ってで当時の俳座の先輩たちっていうのは俳座を作った千田是也先生をはじめとして、あるいは他の劇団だけど滝沢治さんとか宇野重吉さんとか杉村春子さんとか新劇の世界の大先輩はほとんどの方が全部とは言いませんが多分敗戦がなかったら牢屋から出てこれなかったような人でみんなそれぞれあの反戦あるいはなんかそういう考え方でいろんなことをやってた、はい、あの先輩たちですね。でその人たちが敗戦という犠牲を払ってそのために、釈放されて出てきてそして新劇という、うん、あの芝居の世界を作りました。で僕はやっぱりそこで教わったことが僕のいろんな人たちに触れ合いの中の原点は、うん、やっぱりその岡田隆一先生の中学の時に出会った先生の教えてくれた、うん、その先生は本当に毛布1枚と乾パン2袋ぐらいでね復員して帰ってきて先生になられた方なんだけど、うん、その方は実はこの浜松町の小さなタバコ屋のせがれでした。ああそうなんですか。私ねこの浜松町へ来るたびにね、うん、どこが横丁だか分かんないんだけどね、うん、多分この文化放送の立ってるこの辺りのどっか近いんだよね。でそこに何回か小さな間口が1軒半ぐらいで、でおじいちゃんとおばあちゃんお父さんとお母さんでしょうね彼のがタバコ屋やってましてタバコ屋でひっそりと暮らしているうちのせがれだった人です、うん、で兵隊行ったって人も偉くなくて二等兵ぐらいでひっぱたかれて殴られて敗戦がなかったら死んじゃってたんでしょうね。でその人が帰ってきてやっぱりその方は、クリスチャンでした後に、うん、そして、民主主義を自分が勉強するように僕なんかに教えてくれました。その時に素晴らしくてこの国が誇るあのこれからあのこの国は世界に誇れるのは、うん、間違いなく一回もこういう民主主義という国な、うん、じゃなかった日本がこういう憲法を持った憲法は誰が作ろうといいものはいいもんだって教わったことが僕は中学2年からこの74歳の今まで何にも変わってません、はい、で僕はいつも自分のあのバッグの中にね今日はニンニクのチョコレートを入れてありますけど、うん、もう一つ小さな日本国憲法を入れてます。日本国憲法の小さい冊子みたいなのもあるんですね。見せていただきましたもんね。見せてやね、はい、あれは話したことはないです、で僕はそれを誇りに思ってます、うん、で、まあ、もう一つはそういう中でこの世界に誇れる憲法をアメリカが作ったんだとか誰かが作ったんだとかいろんなことを言うよりもいいものは誰が作ったっていいんだっていうのは僕の考えで、うんうん、だって今日本が本当に作ったものが本当に便利でよかったらみんな腰に刀刺して、うん汚れたような着物を着てへこびを締めて歩いてんじゃないのちょんまげって、うん、今我々の格好ってこれヨーロッパはやんからが着たスーツを着たり、うん、まあ今日は僕はすごいこれ川越で買った4800円の綿入れの汚い上下のちゃんちゃんこみたいな格好してらっしゃるんですけどね、うん、まあそういう、はい、そういう放送をずっとやってきました、うん、はい、はい、この後も皆様からのご電話お待ちしています。お電話の方は東京 03-5403-1134 ファックスは 5403-1151 メールキンキンアットマーク joqr.net までどうぞ。相川欽也のこれからに期待することどしどしお寄せください。お待ちしています。文化放送ニュースです。はい、報道部の野中さん、はい、はい、よろしく。はい、欽也さんどうもこれまでありがとうございました。いえいえいえ、はい、では報道部のデスクからニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは14日上下両院を通過した。以上この時間の文化放送ニュースをお伝えしました。はい、野中さんありがとう。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん、僕キンさん、君に銀さん、長生きしてね。そりゃそうだ。クイズなるほどザキンキン、クイズなるほどザキンキンシリーズ金さんヒットパレード、今回は由紀さおりさんがテーマです。1番から10番まで好きな問題を選んで答えてください。優しい問題も難しい問題も混じっています。どれを選ぶかは皆さんの月次第、正解すると賞金5000をプレゼントいたします。はい、それでは参ります。今日は由紀さおりさん、はい、はい、最初の方は板橋区にお住まいのラジオネームはいつもついていない女っていう、いつもついていない、あクイズやって大丈夫かな、大
丈夫ですよ。つながってますね。はい。いつもついていない女さん。はい。あんたって。はい。ついて。こんにちは。こんにちは。すみません。どうもいつも聞かさせていただいてます。ありがとうね。はい。今日つかないと、あんた、もう、あれですよ、クイズなくなっちゃったから、今日当てなさいよ。ね。はい、ありがとうございます。ね、1番から10番まで問題が並んでおりますがね。はい。何番にしましょうかね。そうですね。うん、まあ、7番が好きなんですけども、うん、8番にやっぱします。え?8 番?はい。すいません。8番で良かったような気がしますよ。ちょっとある意味で。あ、そうですか。じゃあ8番で、ね、はい。3番なんかも本当はいいんだけど、まあいや8番で。そうですか。それじゃあ一つ、8番でいきましょう。まず8番、この曲聴いてちょうだい。後ろが私は今バスに乗る。なんとなくついてない女の主題歌みたいな曲ですね。後ろ髪引かれながら今バスに乗ってどっか行っちゃうんですよ、これね。主人公はバスに乗って旅立っちゃうわけですね。これ別れたから旅立っちゃうんでしょうね。ゆきさおちゃんの大ヒットのバンカっていう歌でこれも当たったんですが、さてここからとってもあなたはラッキーよ。このバスに乗って主人公が行っちゃいましたね。はい。あなた、こういうタイプのあなたなのよ。あなたバス乗ってお別れしたことありますか?そこで、はい。めっぽう優しい大久保作の今日の優しい問題ベスト3に入る。このバスに乗るための場所のことを一般的には何て言うでしょうか?バスの乗り場のこと。簡単。バスは、うん。停車場ですか?え?停車場。いや、そうじゃなくて。バス停。バス停はそうなんだけど。バス停でいいでしょう、はい。いいですか?いや、いいですよ。あなた、停留所って言わなかったっけ?はい。あなた、停留所って言ったけどね。そう、はい、バス停でいいんですよね。はい。ですから、これは問題にも何もなってないと思うんだけど。まあ、今日は、もう、今日ね。まあ、ね、ラストだし。ラストだし。おめでとうございます。ご紹介しますからね。どうもありがとうございます。障子会でもしてくださいよ。はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。聞かせてください、はい、お声を。はい、はい。はい。どっかの駅前かどっかで演説なんかやってるかもしれませんから。あ、そうですか。嘘だ、嘘。そんなこと言うとまた本気にしちゃってね。またなんか騒いであいつ都知事の選挙でも出んじゃないかとか。そういうことはないです。それはないからね。はい。僕は絶対そういうのはやらないからね。そういうのやるんだとするんなら僕は渡来を立てますけど。渡来も嫌だって言ってますから、これ立ってない。それじゃあね、ご声をお送りしますよ。はい、じゃあ、金谷さん、ペスコさん、頑張って、はい、お体にお気をつけて、はい、またお声を聞かせてください。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、今までありがとうございました。はい、本当に。はい。よしこのお派手に聞いてちょうだいよ。ね。はい。早すぎるけど、ありがとうございます。はい。続いては、板橋区にお住まいの和也さん。ね。和也さん。はい、もしもし。はいはいはい。金谷さん、いつも拝聴させていただきまして、ありがとうございました。ありがとうね。ね。勉強もらってました。は、ありがとう。ゆきさおりさん知ってんでしょ?はい、知ってます。ね。なんか甘い声でね。うん、体力。僕昔間違えて、ゆきさわりさんって言ったのはね、有名な話なんだけど。触りたかったんでしょうね、もう相当触りたかったんですよね。でもいつもそばにお母さんがついてるんでね。残念。そう、お母さんとのデートをしたことありますけど。そう、もう、もちろんあれですよ。ゆきさおりさんは素敵な女。さて、何番にしましょうか?3番。お!なんであなた知ってるの?いやいやいや。3番って言ったじゃないですか、自分で。じゃあ、まずはこれを聞いてください。はい。当分聞いていたいぐらいのいい歌なんだよね。寂しい歌が多いね、ゆきさおりさんってね。だからゆきさわりになっちゃうんだ。ところでね、はい、大ヒット、これ手紙なんですが。はい。さて、手紙には切手がつきもんですわね。はい。手紙には切手つかないと届かないもんね、大事ね。そうですね。その手紙が、切手が貼って、ポスト入れますね。投函しますね。はい、そうすると、これが届きますね。はい。そうすると、切
手にこの使用済みを表すこう、こうなんかこう、スタンプね。うん、ありますね。はい。あれのことを何て言うかったって簡単すぎて嫌になっちゃうけど、何て言いますか、あれを。消し印。はい、正解。おめでとうございます。ありがとうございます。これはね、他に言葉はないんですよ。ね、3番優しいってさっきあなた聞いてたな。なかなか。バレました。なかなか優秀。ね、ご声をお送りしますからね。ありがとうございます。はいよ。はい。ありがとうございました。はい。次の方。はい。今度はね、ラジオネームね、ぴょん吉さん。群馬県の方。ぴょん吉さんは女性です。はい。ぴょん吉さん。はい。こんにちは。ぴょん吉さんなんてね、芸者みたいな名前だね。よくぴょんたとかね、そういうのあるんですよ。そうですかね。うん、芸者でね、昔からね、わざとふざけた名前。ぴょん吉さんは芸者じゃないよね。違います。あ、そうですか。でも声がなんか、芸者さん、そんなことないね。かわいらしいな、声。かわいらしいからね、けどね。うん。何番にしますか、ゆきさおりさん。2番で。2番。はい。もう今日は大盤振る舞いだ、うん、ね。奥僕も若干やけになってんじゃないかと思う。それじゃあ2番はまずこの曲を聴いてちょうだい。生田織さんのヒット曲の天使のスキャット。天使のスキャットですよ。はい。で、さてこの天使、天使のスキャットの天使がトレードマークになっている日本の有名なお菓子メーカーといえば、なんて言いましたっけ？はい。ん？天使。天使が。森永？あ、正解！おめでとうございます。天使は英語でエンジェルですね。うん、はい。ね。もう何も言うことがないくらいに。そうですね。もう他にはね、はい、いいんですよ。だからご支援お送りしますからね、はい。はい、これからも頑張ってくださいね。はい、ありがとう。ね。はい、ありがとうございます。はい。もう一人行けますかね。はい。この方、市原にお住まいのラジオネームは、もんじろうのお母さん。はい。お母様。はい、はじめまして。こんにちは。こんにちは。はい。今日は由紀さおりさんですよ。はい。何番にしましょうか。ナンバーワンの番組だったので、はい、私にとって、はい、1番にします。難しいかな。いや、なことない。もう1番いい。いいと思いますよ。もういいと思います。これね、はい、まずこれ聞いてちょうだい。これです。はい。一体この歌詞カードに詩はなんて書いたらいいんだろう。最初から終わりまでルルルルとラララとフフフとかなんか、これは夜明けのスキャットですね。これも大ヒットですね。はい。ところで、この夜明け、夜明けといえば、日本の夜明けは近い、杉作。こう言って、新選組と対決して、勤労の志士たちを助けた。幼木二郎の小説や映画でもおなじみのヒーローというのは、嵐勘十郎がね、いましたけどね。うん、この人を何て言うでしょう。あれ私、時代劇はあまりご存じない。あれ、はい、あらま。小説や映画でおなじみのヒーロー。なんかね、頭巾みたいなのを被るの。黒っぽい。あのね、面白いのは、はい、嵐勘十郎さんが出たんだけど、本当は、覆面してて顔が分かんないはずなのに、ほとんど顔が出てたんで。この人のことを何て言うでしょうかは。解決黒ずきんじゃないですよね。ごめんなさい。知ってると思うんだな。クラマテング。クラマテング。実は僕ね、はい、クラマテングっていうのはね、うん、僕自身にすごい思い出があるのは、嵐勘十郎さんがね、おそらく死ぬ前がこれが最後の作品じゃなかったっていうテレビドラマを ABC で作ったんですよ。それが、早坂京さんっていう素晴らしいシナリオライターが書いた、はい、クラマテングの家っていう、テレビドラマで、ABC 大阪の、ここが、で作ったんですね。うん、それは当時、賞ももらってね、はい、二つかなんか、うん、今から何年前だったかな、あれ、大久保さんが、1977年、はい、でこの映画で、うん、嵐勘十郎っていう名前で嵐勘十郎さんに出てもらったの。あ、それで京都を撮影しに行って、はい、でどんな話かっていうと、早坂京さんって面白い作家でね、素晴らしい、うん、僕はね尊敬してるけど、彼がもちろんオリジナルで書いたんだけど、うん、つまりね、中年の男がね、うん、
自分がなんでこう働いてきてこう家庭を持ってこう暮らしてんだけど、うん、あの郊外に建てた建て売りの住宅を、あれを守るために生涯こうお金を払っていって、うん、で、家族は女房とそれで子供がいるんですね、うん、で俺何なんだろうとふと思った時に、ある日ね、うん、退職したんですよ。実際仕事辞めちゃう。辞めちゃって退職金もらって、はい、でその半分は、うん、お母ちゃんにあげて、うん、で半分は俺のもんだっつんで、実は少年の頃夢だった鞍馬天狗の映画を作ろうと思って、うん、京都に乗り込んでいって、嵐寛寿郎を訪ねていくんですよ、うん、本物の、はい、その主人公をやったんですよ。で荒川さんが出てくれて、でどういう映画かって言ったら、とにかくね、うん、どっかに小さな家を建てる、うん、建てると新選組が壊しに行くんですよ。そうするとまた荒川がもう一回建てるんですと、うん、いう繰り返しをやっている、はい、そしてあの鞍馬天狗のことだから、うん、京都の渡月橋、うん、あの鴨川の、うん、あそこを実際にロケやって、うん、荒川さんがもう最後ですよ、うん、あの白い馬に乗って覆面した荒川さん、もちろんこれは荒川さんも年齢大変上だから吹き替えでした、でそこでねドラマの中では落っこっちゃうんですよ馬から、鞍馬天狗が落馬しちゃまずいけど、そういう話なんですよ、で足を怪我しちゃって寝込んじゃう、うん、そうすると鞍馬天狗がいなくなったから、うん、僕はその荒川さんに会ったら僕の趣旨をの、うん、あのの乗ってくれて、うん、よし私は出ましょうつってやってくれたの、うん、でできなくなったんで、うん、僕が鞍馬天狗の引き続きの撮影をやるわけです、そして自分の娘を東京から呼び出して、で杉作、でこれが斉藤梢ちゃんが子役をやって、お母さんが中原早苗さんって深作欣二さんの奥さんだったで、はい、でこれがお母さんで、お母さんはわざわざ渡月橋のとこまで来て撮影してると、うん、あんた何やってんの、いい年してそんなところでおもちゃ振り回して、うん、娘までもそんな格好させて、うん、革命自身の格好してんの、でもとにかく取り上げて、誰かよと思って取り上げて出来上がった映画を病院で足の治療で見てるところで小さな試写会をやるんですよ、そうすると荒川がそれを見ながら、うん、いい鞍馬天狗だっていうところで映画が終わるんですよ、はあ、僕はねある意味テレビドラマでこんなことをできたっていうことはね、僕の何本かの中であんまりないですよ、はあ、本当にこれ一本のために、ABC の有名なプロデューサーの山内さんって人がいてね、この方はそういうドラマが好きでね、後に僕のめぐれ啓示っていうのも作ったのもこの人なんです、大変あの僕のことをあの愛してくださったプロデューサーでね、もう今偉くなっちゃってるでしょうねきっとね、でその彼が作ったんですが、このドラマはね今見てもね全く古くない、つまり男がねコツコツ働いてきて、はい、自分の夢は何だとかって、ある日思う時あると思うんですよ、そのことを具体的にこうやってみて、そして少なくとも夢に見た荒川の鞍馬天狗に出てもらって、そしてその荒川が最後に病院の中で小さな試写会、彼しか見てないんだから、そこでフィルムを回すと涙ぐみながら、ドラマやったなって言ってくれるところで、映画が終わるんですよ。はあ、僕はね自分で出た作品の中で、あんまり実は物を記録しないタイプなんだけど、このビデオは持ってます。あ、そうですか、賞もね、2つぐらいもらってて、もう評価も高かった。そうです、ドラマみたいですね。だけどおそらく見てる人は少ないと思います。これ見てた人がいたら お尋ねしたいくらい、あまりこういうなんだろうな、変わったドラマですけどね、でも本物の荒川さんが出てらっしゃるんでしょ、貴重ですよね。その時も荒川さんもうこれでおしまいみたいな状態だったんですよ、そうですか、でクイズなんですけれどもね、今日で終わりということで、はい、クイズなるほどザキンキン、たくさんのご応募本当にありがとうございました。本日でクイズも終了ということになります。皆様ありがとうございました。キンキンのサンデーラジオ、略して金さん。この桜吹雪が目に入らぬか。それは金さん。あ、富山さんのね。キンキンのサンデーラジオ、略して金さん。皆さんそう言ってます。キンキンのサンデーラジオ、略して金さん、文化放送がお送りしています。はい、この方はですね、千葉県にお住まいの、名前は赤羽太郎さん、はい、金谷さん、ゆずさん、こんにちは。今日で終わりってのは残念ですが、金谷さんとってもかっこいいよ、またラジオでお声が聞けることを楽しみにしていますよ、僕はこれからトレーラーを運転して青森行くんで、お二人の声がどこまで聞けるか分かりませんが、本当にお二方お疲れ様でした。あ、青森聞こえてるかどうかね。ねえ、本当お疲れ様で、安全運転で、聞こえてるかな、行ってください。はい、はい、それからこれは、土浦市にお住まいの、萩原さん、初めてメールなんです。実はこの時間に通勤時間が重なる時に車で聞いておりました、いかにも相川さんらしいであろう幕の引き方にただただ驚くばかりです、はい、またひょっこりとラジオから聞こえてくるような気がします、これからの、仕事なんで最後までお付き合いできません、お許しください。
声を上げなくともラジオの前で待っている方々がたくさんいると思います。どうもありがとうございます。こうやってあのメールやファックスくださる方以外にくださらない方でもたくさんのリスナーの方がね聞いてくださってる、本当ありがとうございます。東松山市の浅太郎さん、はい、私にとって金さんは週1回の楽しみの生活のしかも一部でした。梅や桜が咲かないうちにこういうことはまことに残念でなりません。私の生活を壊さないでくださいよ。今ただキンキンがまたラジオに登場する日々を楽しみにずっと待ってます。キンキン吉子さん、とりあえずお疲れ様でした。本当に待ってますこういう、はい、しかし本当に多いんですよ、ね、それからまた、これ上尾にお住まいの野沢さん、男性です、はい、キンキンのあの時事報道的な安すぎるニュースがとっても好きでした。新聞に載らないようなコメントや情報がいつもためになりまして一生懸命聞いておりました、はい、確かに人気があったんですよね。優しすぎるニュースは大人気で、残念でなりません。私たちもね本当にありがとうございます。まもなく3時になります。サンデーラジオ、略してギーさん。キンキンのサンデーラジオ、略してギーさん。キンキンのサンデーラジオ、キンキンのサンデーラジオ、キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。これ以上略せない。3時になりました。キンキンのサンデーラジオ、文化放送がお送りしています。はい、これは杉並区にお住まいのリオセブンタンポポさん、はい、びっくりしました。今日で終わるんですか。近畿のよしこさんの涙声で本当なんだなっていうのが分かりました。炭水化物友の会入会、そして1月の25日放送では近畿よしこさんの素敵なポスターを斉藤さんが持ってきてくださいまして、あ、そしてこのポスター新しく始まるお二人の番組が、できるまでずっと店にうちは貼っときます。わー、ごめんなさい本当に、うん、ね、斉藤和美アナウンサーこの後も登場しますけれどね。そうですね、本当にね申し訳ないですね。申し訳ないですね。もう力を及ばなくて本当ごめんなさいね。え、うん、これはお猿の慶太郎さん39歳は鹿児島の方、男性、あ、女性だな。最初で最後の伝言です。本当に終わるんですか。悲しくなってしまって日曜の午後の楽しみが一つなくなっちゃいます。でも今までお疲れさんでした。そして楽しい番組ありがとうございました。よしこさん、金谷さん、泣かないでくださいよ。僕も泣かずに最後まで聞きますよ。これからも金谷さん、よしこさんの番組ずっと付き合っていきたいと思いますから頑張ってください、はい、ありがとうございます、ね、キンキンのサンデーラジオ、文化放送がお送りしています。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。僕キンさん、君に銀さん、長生きしてね。そりゃそうだ。金さんサポーター見つけた。金さんサポーター見つけた。金さん専属の外回りリポーター斉藤和美アナウンサー、残念ながら番組は今日で終わりとなりますが、これまでの感謝を込めて応援してくださったお店ねお話を伺いに行きたいと思います。今日はどちらへお邪魔してるんでしょうか。キャンセル呼びかけていただけますか。はい、かずみくん。あー、お腹が空きました。今僕の目の前にはお好み焼き広島風が、まるであのメロンパンの東京ドームの形のように、こんもりと盛られて今まさに焼きそばの上に置かれました。ちょっとちょっと、キャンセルの好きなものを。いいでしょう。ちょっとだってね、いきなりね、僕も首切られちゃうわけですから。これぐらいの楽しみがないとやっていけませんよ、キンキンよしこさん。そりゃそうだ。ねえ、ね。本日お邪魔しているのは板橋区赤塚です、うん。東武東上線の下赤塚駅から徒歩1分、赤塚一番街のお好み焼き屋さんに最後のポスター貼りに出かけてまいりました。すべてひらがなの屋号でいらっしゃいます。うん、ミリオンバンブー。というお店ですね。はい、なんとアドマチにも登場されたことがあるというお店なんですよ。なんか僕が行くとこ全部アドマチ絡みなんですけれども、まあそれだけね、人気番組で長くやってらっしゃるからというところはあるんでしょうけれどもね。こちらの店内がですね、あのちょっとしたマンションのようなビルの2階にあるんですけれども、うん、まあ至る所に飾り付けはされていまして、うん、ビニール人形、ソフトビニール人形のスパイダーマンであるとか、うん、あとなぜか大仏の被り物であるとか、あとこれマグロの、これは人形ですかね、なんかいろいろ飾ってあった、あとオバマ大統領のポスターも貼ってありますし、うん、あとミリオンバンブマラソン部募集というよくわからないような張り紙がありまして、まあ、とにかくイベント好きな、ご主人様そして奥様ということなんだと思いますけど、はい、
金さんサポーター見つけた。仲良く座っていらっしゃいますね。緑色のベースボールキャップ、旦那様は帽子を前に、そして奥様は後ろにかぶっていらっしゃいますけれどもね、ご主人は佐々木拓さん37歳、少年隊の植草克秀さんにそっくりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そっくりじゃありませんけどで隣にいらっしゃるのがおかみさんである佐々木麻子さん38歳です、はい、若返った女優の赤木春江さんという感じになりますけれどもよくわからないよくわからないです。完全にムッとされてしまいました。最終回なのに完全になんか、はい、綿鬼の皆さんみたいな感じです、私も最近自分のお世話になってる一人なんですけども近くに橋田須賀子さんがいらっしゃるんじゃないかなというふうに本当に考えてしまいますけれども、うん、今日は今この時間帯で言いますと佐々木拓さん、はい、仕込み中ということでよろしいんですか。仕込み中です。そうですか、はい、ということは金さんはいつも仕込み中に聞いていただいていると。仕込み中に聞いてます、はい、そうなんですか。今日もオープニングでちょっといきなりびっくりしちゃいまして、はい、あ、そうですよね、思わず手が止まっちゃいますですか、はい、本当にですよね、がっかりしちゃいます。がっかりしちゃいますね、本当に。奥様いかがですか。もうねちょっと残念で言葉に詰まってしまって、うん、本当にお疲れ様っていうこともありますし、はい、すごく残念だなと思って、はい、ちょっとおかけする言葉があれなんですけれども、本当に金さんもこれから頑張っていろんな活動に勤しんでいただければと思ってますが、はい、ありがとうございます、はいはい、お二人は金さんのどんなところが好きでしたか。ざっくばらんでとにかくリスナーさんとのつながりが、はい、一般市民と同じような感覚がとても好きでした。はい、そうですよね。さあ、じゃあ別れのことはこれぐらいにして、はい、これからお好み焼きの話に参りましょう。はい、広島風お好み焼きは先ほどのキンキンよしこさん、はい、東京ドームのメロンパン風のこんもりと盛られていた広島風のお好み焼きが見事に4等分、もういかにもビジュアル系のなんかボーカルじゃないかなという、方によってね、全て切られたんですけども、今これはソースをかけられています。ジュー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 音が今音しますよ。聞こえますか。はい、かなり右上、そして右下、そして左下、左上という順番に4つにこうブロック化されたこのお好み焼きが見事にソースの色に固まってしまいました。そしてジュー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 とそのドームのところからこぼれ落ちた、まるで雨のようにこぼれ落ちたソースがこの鉄板焼きの上で泡を立てて音を立てています。そして今カツオ節、こういう風にするとカツオ節になんか生命が宿るかのようにね、ふわ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 踊ってるんですよ、まるで泡踊りのように。そしてこの白い瓶から出るものは北青のりです。いいな。かつお節のゆえにこう緑色の雨が降るような感じで、はい、いやー素晴らしいですね。そして何ですか、その上からギュッというふうになんか振り寄せなんでそんな上、ね、1メートルぐらい離れたところからなんとマヨネーズを振りかけています。そんな離れたところから1メートルキュッキュッキュッ、水鉄砲みたいな感覚ですよ。うーわーすごいですね、ミリオンバンブーのお好み焼きパフォーマンスは。これを無言でビジュアル系のボーカルのような彼がやってるんですよ。モテモテでしょう。もうそしてこの左下のブロックがなぜか小皿の方に盛られました、はい、これはもしかしてご主人奥様、はい、食べてもいいですか。はい、召し上がってください。ありがとうございます。じゃあちょっと座らせていただきます。ミリオンバンブー最高ですね、これ。ありがとうございます。じゃあキンキンよしこさん、ちょっと最終回ですけれども、僕一人でここで打ち上げとさせていただきます。食べてください。もう今日はなんかお昼抜きだそうなので。あ、そうです、はい、もう僕もねご飯が喉通りませんでした。今日が最終回ということで、ではいただきます。召し上がってください。そばだからね。あ、そう。今1分ぐらい繋いでくださいって言われてるんですけど。おいしい。おいしい。はい。おいしい。キャベツがいっぱいで、はい、それがうまくこうしんなりとね、はい、この生地に溶け合って、はいはい、でもね、はい、ご主人も奥さんも、はい、なぜこれドーム型に生地をこのキャベツで包むような感じにしたんですか。キャベツの、はい、キャベツを蒸すんで、蒸すことによってキャベツの甘みが出るんですね。あ、閉じ込めて、はい、蒸らす感じなんですね。そうです、そうです。あ、はい、いわゆるあれ、落とし蓋のような感覚と考えればいいんでしょうか。そうですね、落とし蓋の感覚で、キャベツを蒸らして、これもう広島焼きもキャベツを食べようっていう感じなので。うん、キャベツ甘い。そうなんですよ。なんでこんなに甘いんですか。い
っぱり蒸してるからですね。打ち方がうまいから、ね、彼の作り方がうまいからです。あれ、お名前なんておっしゃるんですか？ゆうとです。ゆうとくん、このままもうバンドのボーカルとしてデビューしちゃって店名の由来は何でミリオンバンブーって言うんですか？観葉植物でミリオンバンブーっていうのがあるんですけども、はい、それが中国とか台湾で幸福の竹と言われてまして、はい、お祝い事とかに使われるんで、お店に来てくれるお客様とあとスタッフとみんなが幸せになれるようにミリオンバンブーっていう名前にしました。なるほど、また竹ですから、はい、うまく地元に根付くみたいなね、はい、ところもあるかもしれませんよね、はい、なるほど。さあ、金さん最後のポスター貼りとなりました。はい、これどっか貼るとこあります？入り口に、入り口のドア、入り口だけはそうですね、はい、まだ貼られてないですね、はい、あ、じゃあいっそのことですね、その三沢光晴さんとタイガーマスクの上に貼っちゃってもらえますか？あ、それは内側、それはダメなんですね。あ、外の方に、あ、ありがとうございます。キンキンよしこさん、はい、これね、絶対にお二人がこの店の中にいる、もしくはこのお二人でこのお好み焼きさんを経営している、こういった感じの貼り方になっちゃいますよ、はいはい。うわ、いやー、ありがとうございます。今日で終わりの番組なのに、まだまだ続くような感じにしていただいてありがとうございます。はい、ねえねえ、これからも頑張ってほしいので、はい、また戻ってきてほしいので、はい、ぜひ、入り口のところに、一番目立つところに入りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、よかったです。はい、では、キンキンよしこさんへのプレゼント、はい、もなんかあるということで。そうなんですよ。おたふく、いつもおたふくソースを、広島焼きで使ってるんですけれども、はい、その お好み焼きのセットを、はい、差し上げたいっていうのと、うわ、これですね、ちょっとおたふくさんから許可してもらったセット、はい、はい、それとあとは金谷さんがコンデンスミルクが大好きだったんですね、はい、練乳のチューブ、はい、それとですね、もうそこも飲んでいただきたい感じで、あとは、はい、昨日バレンタインデーだったのでチョコ各種を皆さんスタッフと共に、はい、味わっていただきたいので、これプレゼントとして持って帰ってもらおうと思います、はい、ありがとうございます。じゃあそれのお返しといってはなんですけれども、はい、金さんサポーターをこちらからプレゼントさせていただきます。立ち仕事ですからね、はい、そして膝を大事にしてください。はい、温めてくださいね。というわけで、お好み焼きミリオンバンブーさんは営業時間午後5時30分からラストオーダーが夜11時、はい、そして12時に閉店となります、はい。定休日は毎週火曜日、あと月1回に、確か不規則の休みがあるんですよね。はい、最寄り駅は東武東上線下赤塚駅から徒歩1分、東京メトロ副都心線、地下鉄赤塚駅から徒歩3分、非常に交通不便なところにございます、ね、はい。ぜひ食べたいと思われた方、そして縁あって、金さんの最終回に出たお店に行ってみたいという方、電話でお問い合わせください。東京03-6231-0333。6231-0333、お好み焼きミリオンバンブー、ひらがなでミリオンバンブーです。平均予算は2500円ということで非常にリーズナブル、はい、あと飲み物のメニューがなんか100種類ぐらいありませんか？あ、もうものすごいありますね。私がそんなにアルコール強くないんですけれども、飲みそうですよ。でもそう、よく飲みそうって言われるんですけど、はい、結構見かけ倒しで、はい、ただ種類をとにかく、普通お好み焼き屋さんってそんなに種類ないんですけれども、はい、そこが不満だったので、自分の店では絶対多くしたいと思って、美味しいお酒も。そうですか、はい、ね、キンキンよしこさん、いろいろなんかメニューの方も研究されてるようなので、お二人の方で、はい、ぜひともこちらの方は今後のミリオンバンブーの展開を、はい、ブログやあとホームページの方も公開しておりますので、はい、ご覧いただければと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい番組、はい、どうもありがとうございました。元気になるので食べに来てください。 ありがとうね、はい、でキンキンよしこさん、僕からも本当にありがとうございました。かまっていただき大変光栄でした、はい、ですね、番組の中で歌うのはもう先週でこの前で終わりにします。もう今後も表回りに出ても一切歌いません、この番組にミサを立てたいと思います。どうもありがとうございました。ミリオンバンブーから最終回をお送りしました。ありがとうございました。番組専属リポーターの斉藤和美アナウンサーでした。先日からサポーター募集してきたこのコーナーですが、番組が突然終了することになってしまったため、ご迷惑をおかけしたことを心からお詫びいたします。サポーターにご登録くださった皆様にはサポーターグッズ一式をお届けいたしますので、どうぞご了承ください。キンキンのサンデーラジオ、文化放送がお送りしています。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。この桜吹雪が目に入らぬか。それはキンさん。あ、小山さんのね。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。あ、キンさん、あ、どっち、好きなように。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん。あ、佐渡にあったやつ。それはキンさん。こっちはキンさん。
ここで秋田新幹線運転再開の情報です。信号機トラブルにより大曲駅から秋田駅で運転を見合わせていた JR 秋田新幹線は午後3時に運転を再開しました。なおダイヤに乱れがありますのでご利用の方はご注意ください。はい、もう本当にたくさんですね伝言をいただいてまして、僕のところにどん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 運ばれてくるんだけど、もう皆さんが何でやめんのっていうことがずっと書いてあります。そんな中からいくつか、はい、カス、カゾシ。カゾシですってば、最後まで覚えてなかった。カゾシ。カゾシ。カゾシはとうとう覚えないまま、お別れです。一回カスかカゾかって分かんなくなると、ずっと分かんないもんですよ、人って。どっちかなって。人じゃないですから、僕も。申し訳ありません。キーさんは安心して聞ける良い番組だと思いました。もろもろの事情もありましょうが、うん、終了非常に残念です。文化放送さんの考える良い番組と我々視聴者の考える良い番組は違うのかなと実感しました。なんか今マイク叩いちゃいましたね。叩いちゃいました。ラジオネームゴロリンタさん、文京区。元気よしさん、こんにちは。よしさんが涙ぐむので私も泣いちゃいましたよ。土曜日から聞いておりましたからね。ドラッグストアショーの公開放送を見に行ったり、キンキンの映画も見に行ったり、楽しかったです。ありがとうございました。そう、金谷さんには心がありました。本当に今もあるけど、もちろん本当にあったかい心でね、リスナーさんもあったかい心でつながってくれてありがたい。今これがよしこが出したんじゃないの。私、茨城県つくば市の、はい、あのラジオネームトマトリコ、トマトリコピンさん、リコピンね、トマトリコピンさん、トマトリコピンさん、はい。金沙汰が終わるなんて信じられない、うん、私は血の気が引く気がしました。残念。毎週楽しみだったのよ。キンキンのわがままのようで、心は皆さんにすごく気を配ってる、うん、そう、本当そう。わかりましたよ、はい、優しいお人柄ですね、うん、元気で絶対戻ってきてください。お願いしますよ。家庭的なあったかい番組でした、うん、ご苦労様でした。ありがとうございます。いやね、本当にずっと見ててくださる方がね、長い伝言をね、うん、いただいたのがラジオネームにーにーさん、はい、茨城県の方。キヤさん、ヨスさん、スタッフ様さん、キンキンガールズの皆さん、今日まで本当に心温まる番組ありがとう。私が初めてこの放送を聞いたのは競馬の連敗記録を更新中の頃です。そんなに負けていたんじゃかわいそうと思って、私はそれから競馬のデータを収集集めをして随分送ったもんです。ありましたね。この方ありましたよ。はい。さて、今や自分の心の中にぽっかり大きな穴が開いたような気持ちです。金さんはこれまでたくさんの思い出がありますよ。キンキンが矢島さんのおこわ弁当を食べてしまった。はい、ありましたね。矢島さんがムッとしていた時のこと。そうそう、ありました。また大久保さんが中国からご友人の結婚式で報告をしてくれたとこ。そう、生で電話来ましたからね、中国からね。そして初めて天皇賞を勝った時のことありましたね。雷鳴が轟く中で競馬中継、うん、そして金谷さんの大好きなトンチョウのお話。はいはい。金谷さんの歯のことまで知ってます、インプラントのお話。みんなとっても大切な思い出として、そうです、私は勝手ながら MD の中に記録してあります。ありがとうございます。もちろん本日の放送も MD の中です、うん。私は決してさよならなんて言いません、うん、また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 必ずこの日曜日に帰ってきてくださいね。私はいつまででも待ってます。温かなね、本当メールありがとうございます。ラジオネームまこみさん、この方は、埼玉県ですね。木屋さん、よしこさん、長い間ありがとう。私は昨年の4月から単身赴任になりまして、日曜日は幼い息子たちと遊べない寂しい時間を過ごしておりました。そんな時にこの金さんに出会って楽しい時間を過ごしました。うん、ありがとうございました。さよならは決して言いません。ラジオに戻ってよ、金さん、お疲れさん、こいです。はい。はい、ありがとうございます。それからこれは、その他ね、いただいた方、もうこれからね、全部中身は似てますけど、名前だけずっと言います。はい、大和市のラジオネーム、かっぽうみさん。ペンネーム、ちゃちゃまろんどちゃちゃみさん、世田谷区。ありがとうございます。ラジオネーム、キッチンママさんは、埼玉県の狭山市。はい、ラジオネーム、ミーナンさん。ミーナンさんは、相模原市の方。うん、それから、文京区にお住まいの、福地敏郎さん。それから、ペンネーム、のりちゃん。この方は、森屋市。それから、小屋の勲さんは、鎌ヶ谷市の方。はい、それから、ラジオネームぴょん吉さんは、群馬県の方。こういう電話をね、どこまで続けたってもう切れもない。もうね、でもね、まだまだ時間がある限り読もうと思います。はい、藤沢市にお住まいのこの方は、ラジオネームが
冬椿さん、はい、一部だけ読ませてもらいますと、キンキン吉さん、終わるんですか、寂しいです、日曜日がつまなくなっちゃいますよ、私、涙が出ます、この番組終わったら来週から私聞きませんよ、まあ、聞いてあげてください、ね、村山、東村山市の、この方はお名前言っていいんだ、高橋さん、今ラジオのスイッチをつけたら番組終わるっていうじゃないですか。本当にびっくりです。僕の日曜日の楽しみはなくなってしまって、来週からどうしたらいいかいいんでしょうかね。ただこれだけは言わせてください。うん、キンキンのせいではありませんよ。本当そうだと思いますよ。ね。あの難しいことだね、うん、リスナーの方もよく分かってらっしゃると思う、うん、あの金谷さんはご自分の力不足でこういう結果になったっておっしゃって、うん、本当男だなって思いました。いやいや本当そうです。もう言い訳一つ言わなくてね。でも、うん、あのリスナーさんは多分分かってくださってると思う。金谷さんだって本当続けたかったんですよね。いや私たちも、ね、僕だからここで五輪中を迎えてね、うん、でお経も僕が読みながらであの木魚の音も上手いからやりながら、そして今ちょうど脈が止まりましたって、うん、よしこの綺麗な声で放送した時に、この表にこう、木の箱で、そこにちょうど俺が入るふっくらとした、ふくらが、そこに入って、はい、で、ここから出かけていきますって言うと、うん、あの、クラクションの音を矢島に出させて、あの、はい、あの、お葬式の時のパーンって、あれ寂しいですね。長くて ね、そうですね。今日最後あれ鳴らしながらお別れしかしない。それってあんまりないじゃないですか。渡来がよそって今、首を。ちょっとやめましょうよ。う死んじゃうわけじゃないんだ。そうです。あの、まだ、金谷さんだってこれからいっぱい、あの、やりにならなきゃいけないこともあるし、発信しなきゃいけないこともあるんだから。一週間ぐらい。これで最後じゃないですもん。一週間ぐらいはちょっとぼんやりしちゃうかもしれませんが、はい、もうはっきり言いまして、今日終わったらすぐね、うん、あの、私たち、私が、こう、お世話って言いながら、うちのスタッフに対してね、本当にもっともっと、なんかいろんな会うチャンスを作ればよかったのに、はい、そこで今、さっき実は、あの、どっかの、その、歌がなんか流れた時に、うん、岡部さんと、ないないの話を決めちゃったことも全部、放送の中で言っちゃうし、僕の考えですから。はい、来週の日曜日の夕方は、22日。22日の夕方は ?22 日の夕方は皆さんもうね、はい、暇になるわけです。首になっちゃうからね、私たち。で、その日に、あの、僕に招待させて、ありがとうございます。メキシコのご飯を食べる。いいね。ね、あの、これほんとごめんなさい。リスナーさん、うちわの話なの。うちわで、じゃあ、あの、打ち上げっていうかね、最後の別れ会で映った話を今放送の中で決めてしまうというね。そうそう。あの、もう。この番組の性格、そう。あの、中も外見せちゃうみたいな番組。で、なんでもいいのにね。なんでかっていうと、僕は、本当のこと言うとメキシコ人だから。あのね。僕ね、メキシコ人で。いろんな血が入ってらっしゃるのね。そう。本当の名前はね、エミリアノ・サパータ。難しい名前にしちゃって、サパータさん。わかります。映画ではね、昔若い時、マーロン・ブランドが僕の役をやってましたよ。あ革命児サパタ。なんかよくわかる。エメリアのサパータ。そうなんですか。だからこれから僕がどっかで見つけたら、はい、お、サパータって呼んでくださいから、お、こう、はい、メヒーコってこう言いますからね。はい。ですから僕は、エメリアのサパータ。はい。サパータさん。あんた好きな名前にしていいですよ。私もね、イタリア系じゃなくてメキシコ系にした方がいいのかしら。いや。考えとく。フランスがいいよ。フランスですか、うん、カトリーヌどう？カトリーヌいいですよ。カトリーヌドヌーブのカトリーヌ。そうだよ。はい。しかもいいと思います。ね、若い頃のカトリーヌね。ヨシコカトリーヌ。なんかヨシコカトリーヌって言うとなんか変だね、はい、整形外科の先生みたいな感じ。なんかね。これは文京区にお住まいのラジオネーム、光るさん。炭水化物友の会会員ナンバー1147番。はい。びっくりしました。うん、私は、大山の公開生放送の時に会員になったの。ああ、そうですか。ねえ、ありがとうございます。あの、ついこの間だ、ね、本当に。スピーカーが渡辺の頭に当たったのを、そう多分見てた人じゃないかと思う、ね。ねえ、悲鳴とともに、怒号とともにね、あの、渡辺さんの頭にスピーカーが落ちてきたっていうね、かわいそうに、怪我してましたもんね、ちょっとね。渡辺は。渡辺はあの時に、これがもしね、あの時もあんなにたくさんの方集まってる人に落ちたらどうするんだって言って、ねうんうん。そうですよね、大久保、早いですね。あ、これが僕の、昔マーロンブランドが俺の役をやった、はい、革命児サバタのポスター。なんか混乱するけど、俺の役っていうのは、要するに、革命児サバタっていう。そう。で、エミリアの、これマーロンブランドの若い時です。はい、わかんなかった。あ、マーロンブランド。そうですか。あの、ゴッドファーザーの親父が。でもマーロンブランドこんな顔してたんですね。そっくりです、俺と。
そうそう、まあ、見る機会になる方は、まあ、似てる部分ね、そうね、まあ、似てないとも言えない男だなっていう男性、マーロンって呼ばれてたんですよ。だからでその前がエミリアのサパータ。あ、そうなんですか。その後深夜放送行ってマルチェロ・マルソニアンになって、あ、マルチェロ様ね、愛しのマルチェロ様でね、番組やってらっしゃったっていうね。そう、うん、そうだけど僕は絶対自分が高倉健だって嘘はついたことないですよでも奥様が松坂慶子っていうのはよくお使いになってらっしゃいましたよね。あれはね、奥様じゃなくて本当に松坂慶子が奥さんだったらどういうのかなっていう、まあ一種の夢ですね、遊び、はい、でも最近松坂慶子さん見ると、あんまりちょっと、ね、あれって、これはね、あの素敵な方だけどあれ、余計なこと言わないです、はい、これ余計なこと言うとね、そうですよ、渡辺が受けすぎですよ、はい、ねえ、渡辺が同じような青春を感じたんでしょうね、はい、あの蒲田行進曲の頃ねあの頃はね、素敵な方ですよ、もう、ね、その後あったことあるんですよ、僕、あ、そうですか、で一緒に仕事した時に、はい、僕がタバコをやめたのは、今から26、5、6年前、もっと前に、はい、これは僕はね、まさか恵子さん、恵子さん、かみさんにタバコやめろやめろって言うから、まさか恵子さんを何でも買ってやるって言うから、かみさんが、だからまさか恵子さんを買ってくれたらやめるって言ったらね、あんた自分で交渉しなさいって言われたんだあんた自分で買いやってね、それでまさか恵子さんってなかなか洒落てる人だから、ドラマやって、はいはい、このドラマやったらまだ 4,5 年前の話ですよ、その時にそう言ったんだけど、あのどうするって言ったらね、今交渉中なのって言われたからちょっとちょっとそう言われたらちょっとちょっと引いちゃったのね、ちょっと引いちゃ怖くなって、そのもしそのまま本気になったらもしかしたらあの人情熱的な人だからさ、はい、分かんないですよ、どういう風にお礼になるかね、なんと言ったって天下の正加恵子ですからね、そうですよ、でその後ある番組に話題のモナちゃんって人が出て、はい、文化放送にもご出演してくださってるんですよ、です今もそうです、あら、はい、素敵な方ですよね、綺麗な、なんかね、わかるわ、野球やってない人だって参りますよ、金谷さんもちょっと心惹かれちゃったんだもんね、そうだ、そのたった1回だけ、ふらふらってね、モナちゃん、その時そういうこと知らないんですよ、初めてですよ、モナ、初めて会って、モナさん、モナさんってやっぱりちょっといいねって言ったら、何がっていうか何やって、男がそういう時は、じゃあバイバイっつってそのまま情けないなんか思い出しますね。でもね、背もすらっと高くてポンポンおっしゃる方でね、素敵な方ですよ、しかし僕の青春時代は八千草香織さんですね、八千草香織さん、この八千草香織さんがね、宮本武蔵のお通をやった時、こんな人は世の中にいちゃいけないってくらい震えましたねその前は原節子さん、あ、原節子さんは東方の撮影で廊下に会った時僕になんか電波が走りましたね、ビビ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 って打たれちゃったね、そう、ね、それでそのままもう一回先回りして先に行って、はい、もう一回顔を見たらやっぱり電波がまたビビビビビ金谷様、歌手金谷さんの曲を一曲、相川金谷、シネシネブルース、シネシネシネ、
相川欽也、しねしねブルースでした。今週も本当にたくさんの温かなお電話ファックスメールありがとうございました。お電話の受付は先ほど3時30分で締め切らせていただきました。それではいよいよプレゼントの当選者発表、1枚の抽選会に参りましょう。発表します。江戸川にお住まいの高橋二郎さん、江戸川区の高橋二郎さんに1枚をお送りいたします。おめでとうございます。キンキンのサンデーラジオ文化放送がお送りしています。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん、皆さんそう言ってます。キンキンのサンデーラジオ、略してキンさん、この桜吹雪が目に入らぬか。それはキンさん、あ、富山さんのね。お送りしてまいりましたキンキンのサンデーラジオ最終回、そろそろお別れの時間が近づいてきました。横須賀にお住まいの、ジエフサポさん、はい、フサポさん、突然の番組終了驚いておりますが、キンキンのリベラルなお話本当にためになります、うん、私も地元の球場の会で部屋を守る活動をしております。どうぞ頑張って。僕も全く同じ考えです。羽生市にお住まいの、スタッフの皆さんお疲れ様でした。団子も何とか読んでもらいました。いつかどっかでまたキンキン出会えるのを期待してますよ、うん、ね。それから中野区にお住まいのゴンタとチャチャと3匹の子犬のママさんから、はい、木田さん長い間お疲れさん、番組の中身がどれだけ濃いのかっていうのは本当にわかります。濃かったですよ。正直さが伝って私の胸にキュンとなりました。それからね、これは文化放送のスタッフで、日本放送に出向している出川さん出川さんっていうかね、うん、そうなんですよ、日本放送にもいるんですよ、ね、短いんだけどね、しびれたね。金谷さんなんてこった。まあ出川さんらしい一言ですね、うん、はい、どっかできっとまた会ってね、飯でも、それからラジオネームチュンコさん、吉川氏、キンキン吉川さん、楽しい番組ありがとう。テレビや映画では大物芸能人の相川欽也氏が、うん、ラジオでは親しみやすいキンキンで大好きです。そう、生放送が一番だけど、吉子さんとの録音番組だっていいから、どっかでできないのかね、やってよキンキン、もう一度チョコレートコロネの食べ方。本当ですね、いろんなあの食べ物の食べ方も伝授してくださいましたよね、アイスの食べ方とかね。それから東京都町田市の住まいの木村香織さん、はい、毎週放送楽しみにしていたのに、でブレないキンキンの発言、毎週そうだそうだって聞きながら、うん、番組聞いてましたと声もらいました。あんまりいっぱいあるんで名前だけずっといきます、ね、会員ナンバー1119番のマリコさん、千葉県船橋の山口広正さん、ラジオネームリンゴさんは我孫子の方、それからカーブ命48歳北区の方、天使の卵さんは富士見野市の方、それから西東京市の内田祐介さん、それから埼玉市のラジオネームトントンさん、本当にたくさんのご伝言ありがとうございました。読み切れなくてね、ごめんなさい、ありがとうございました。ということで、皆さんの名前をお読みしながらお別れしようと思います。はい、途中で切っちゃっていいですよ。埼玉のミーボーさん、ラジオネームヒカルさん、中野区の深夜のコロッケさん、神田の寺子さん、ラジオネーム座長係。